はい、どうも、松本です。ということで、マリオ&ルイージなんだっけちょっと待って、ね、ちょっと待って、今見っから、ちょっと待って。今回のツアーは、ツアーの詳しい内容、こちら。それぞれ、VS ツアー。いや、VS ツアーじゃなくて、何ツアーっつうのこれ。ちょっと見てない、全然見てないから、ちょっと待って。うん、マリオ VS ルイージツアーということでね、ついにあのね、ヒゲの兄弟が仲たがいを始めたという噂を聞きましてね、うん、もう始めてみようかなと思うんですけれども、いや、なんかあれ、原因は何だったんだろうね。これ走っていけば、なんか仲たがいした原因が分かっていくのかな。うん、これでも2人とも何か嬉しそうな顔してるから、何かもっと根が深いところに問題がありそう。そして、まずは今日は Nintendo 64版ルイージサーキット X ということでやっていこうと思います。じゃあ、今回いいんじゃない？うわぁ、最後1個だけか。最後、グライダーだけないんだね。ということで、マリオレベル4、うん、あと、この派手な車レベル3、うん、あと、特製2の、この絵のレベル3、こんな感じでいきたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。待って、俺の仲間の方だけなんかバッチ持ちじゃないんだけど、ちょっと待って、せめて相手の方にしてくれないかな。それは困る。しぇ、はい、よーし、一気にぶち抜いていきましょう。まずはさ、俺このコース多分走るの初だから、まずはちょっと一周目は軽くコースに慣れる感じで行こうじゃないの。シェイ、なんかもう女子供とかマリカーは関係ないらしいんで、ガンガンぶっ潰していくよ。しゃ、お来たね。いきなり来るんだ。いきなり来るけどさ、俺これだいぶ信用してないよ。ファイヤーフラワーは、ファイヤーフラワーって何かできるのぐらいで思ってるよ。むしろ待って、全然取れない。おお、ナイス、何それ、何それ、そんなのあんの。ブイーンって言ったよ、ブイーンって。ああいうのあるんだ、知らんかった。そしてさ、すげえさっきから気になってんのよさ、あのガードレールってバチンってぶつかったらなんか1コンボとかになる、なんかそんな気がするし。危ない、球を投げるな。人に向かって球を投げるんじゃない。マジさ、もう球投げすぎなんだってば。もう危ない、逆半来た。ニッチ、あー取れない。マリオコイン欲しかった。あっ、しゃあ、そうか、あそこ全部乗れてれば、ゴールの看板に乗っかれるんだな、きっと。で、ゴールの看板に乗っかると1個コンボが増えると。よし、ということで攻略していきましょう。はい、このさ、コースの横のさ、看板とかってさ、それ専用の考えるチームとかがいるのかな。ルイージーサーキットの看板とかさ、すごい細部までこだわっててすげえなと毎回思うんだよね。っていう急な外観を褒め出すっていう。まあ、その分なんかCPU、 おー、来たよ、来たぜ、おい、ナイス、完璧。痛い、何のノコノコ、今何のノコノコ。ノコノコ腹立つな、マジで。ノコノコって腹立つ生き物なんだな。許しはしない、あいつは必ず仕留める。ここからナイス、仲間ナイスだけど、今来られてもぶつかっちゃうよっていうのを言おうとした瞬間ぶつかったね。仲間ナイスサンダーだったんだけど、悪いな、俺も悪気があってぶつけたんじゃないんだ、勘弁してくれ。こっちもポイントかかってんでね、勘弁してくれ。あー、これはいかんか。よし、まあこんなところかな。うん、
はい、ということでね、無課金で行う類似サーキット。おそらく今の状況の上限は 15,391。バナナフィーバーとあとボムフィーバー。フィーバー2回挟んでおります。おそらくあのね、僕だけじゃなくて多くの人ができると思うので、あなたもぜひ挑戦してみてくださいね。では、ワールドいきます。よし、行ってみようか。このさ、VS ツアーかかった時にさ、あのなんか他チームのキャラで走んなきゃいけない時さ、マジ誰のために走ればいいんだろうとか思わん？え、なにこれ？あの有名なレオ様かな？前の人。ダイヤマさん？もしかして。お、すごいガッツが作るのね。走りやすい、このコースすごく。なんかドリフト好きにはたまらないコースだな。もういいや飽きた飽きたわ。上もなんか楽しいかなと思って行ってみたけど、たい、あ、おい、今仲間からの攻撃を受けました。今完全に仲間からわざと故意による攻撃を受けました。どういうことか説明していただきたい。具体的な説明を求めます。ほらほら、仲間に対してさ、あの不用意な攻撃とかするとさ、やっぱそういうことに合うぞ。そういうことになるんだぞ。あ、うざうざうざ、何今のバナナ、バナナ撒き散らしプレイ。どっかでこれ使ってショートカットしたいな。無理。あー、うざうざ、あいつうざいな、あいつうざいな、今のやつうざいな。なんだよなんだよ、今最後ぶつけてきたやつ、あいつ今恋だろ、恋に仲間に対してトンカチぶつけてきただろ今。はい、ということでね、今日のマリオカートツアーはこんな感じだったんですけど、いやーさ、ルイージサーキット X はまあ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 いい感じに攻略できたと思う。ただし、あのワールドのあれはなんだ、これは VS ツアーではないのか、もう VS ツアーとは名ばかりのもうバトルロワイヤルなのか。マジさ、ほんとあのなんかマナーみたいなものが本当昨今ねなくなってきた世の中だなと思ってますが、特に声はひどかったななんて思います。ぜひですね、あの皆さんもあのマリオカートツアー VS ツアーするときはチームメンバーを意識した走りを心がけていただければと思います。ということで、私は次のレースもチームメンバーを意識して、あのみんなで勝とうという意識のもと戦っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたしますと。あ、ということでね、こんなチームメンバーを意識する閉鎖版のチャンネルを応援したいぞという方は、こちらの動画の高評価とチャンネル登録、そしてですね、動画の拡散もぜひご協力いただければと思います。ということで、また明日もチームメンバーを意識した走りで頑張っていきましょう。それではまた。